トマトはやっぱり美味しいですよね。イタリア料理でやっぱりトマトっていうのはなくてはならんというか、トマトが入ることによってやっぱりまとめてくれるっていうかな、酸味が入ることによって味が締まるっていうか、で味の濃厚さっていうのが引き立つっていうか。やっぱパプリカが入ったりナスが入ったりするとやっぱその食感もあるし、これからやはり、ね、夏バテする時でも野菜だけだったらペロリと食べれてしまうっていうのに、もうオープン当初ぐらいからずっとしてます。やっぱり色合いもね、見た目もやっぱり大事かなというのは。